Speak with clarity. 'Cause there's too much noise around us. Or maybe it's just me. What's up, YouTube? どうも、ソースミュージックです。はい、ということで本日はですね、いよいよウーム野球部のコンちゃんです。今日はね、なんか試合をやるみたいで、昨日はね、カノンちゃんと、キャッチボールやったんですけど、もう年のせいか全身筋肉痛です。まあ今日はね、ウームのなんかユニフォームを作ってるみたいで、ちょっと気合い入れて元野球部っていうところをね、見せたいなと思います。ということで行ってみましょう。元阪神の藤本選手のアンダーシャツです。いただきました。いただき物です。これを着て今日頑張ります。すごい最終タイムです。おおおやばいっすね。ありがとうございます。すげえ。コレクション感出してください。もちろん自分の農家のようにマネージャー感だ。マネージャーっぽいな。大丈夫ですね。大変ですね。カチカチって言わなかった。背中の後ろぐらいで。いやー、なんかそれ怖ーすぎる。大カメラね。これで、こういう、おお、この辺から。じゃあチーム A から発表していきます。ソースさん、はい、シスさん、はい、クーニンさん、うかほさん、はい、心のパパさん、マスオさん、はい、石丸さん、はい、青木かのんさん、はい、バシさん、はい、サルさん、はい、が A チームです。めっちゃ強い。それ以外が B チームで、どうぞ。チーム A チーム結構エグい。M って小さい。M 小さい。 L ちょっと何サイズ、何小さい方ですよ。今週はバスケ頑張りましょう。 A チーム Y。 おーダッサイ。使います。いやー、間がいい、間がいい感じ。せーの、オープン。ノックやってきました。試合前ということでね。どうですかね、似合ってます。似合ってますよね。はい、似合ってることにしましょう。一応ね、スパイク AJ9 のね、スパイクを履いてきましたが、試合の時はもう一足の金具の方を履こうかなと思ってます。なので試合頑張ってきます。バッティングピッチャーですね。プロ野球選手を呼びます。我々にもこれ僕の親交がある方でメジャーリーグにも挑戦しました。カブス挑戦した。おはようございます。おはようございます。
んだこの風。お願いします。はい、お願いします。やろうぜ野球。脱三振を取らなくなる門倉さんです。やろうぜ野球。皆さんご存知じゃないかもしれないですけど、門倉さん実はメジャー挑戦してるんです、はい、その時のチームがカブスなんです。今日はそのカブスユニフォームを着ていただきましょう。門倉投手のフォークはすごいですからね。多分皆さんもパワープロやったことある方は分かると思いますけど、一度は使ったことがあるピッチャーですよ。ベイスターズでも活躍して楽しみです。今日僕はショートを守ります。なんとかノーエラーで怪我なく頑張りますので、見といてください。絶対足速いでしょ。迷子。いや、もう衰えてる。早かったですけど。今いくつですか？今29です。まだ衰えないでしょ。動いてないと。いや、まだ衰えて早いよ、29で。頑張ります。じゃあ、メンバー発表しますんで。お願いします。はい。もっと強くしてる場合。走ります。じゃあ、発表します。1番ショート、ポーチさん。はい。2番、レフト、お寿司さん。はい。3番サード、クーニーさん、はい。4番ファースト、宇田さん、はい。5番キャッチャー、コロマンパパさん、はい。6番ピッチャー、マスオさん、はい。6番だ。7番センター、石丸さん、はい。8番、ライト、青木香音さん、はい。9番セカンド、マシさん、はい。一応今回 DH 制を採用してるんですけど、でもピッチャーも、入るんで、実は10人バッターがいるような感じで、10番がサルさんお願いできますって感じで、よろしくお願いします。1番ショートです。頑張ります。頼みますよ。頑張ります。とりあえずルイ出ます。お願いします。カメラだってカメラ。あれで動画撮れてるんでしょ。そうです。うんだほくんで言えない。すごいなんか見られてるでしょ今俺。俺のこと見てるでしょ。いや難しいと思われるんですよ。難しい。うんだほくんじゃねえんですよ。もう1個分違う。試合前のほく頑張っていきます。久しぶりにお願いします。はい、頑張りましょう。フォークボール打ちたい。いやー、マスオさん緊張すぎた。しんどいね。よし、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 先行でお願いします。先行でーす。勝つ戦、勝つ戦。悪いっすね、多分後に行こうと思ってるチームなんで、このチームで勝って全員スタメンになりましょう。はい、行きましょう。はい、チームファイト。はい、行きましょう。はい、行きましょう。はい、行きましょう。じゃあ、1番お願いします。何のピール？ツインズの。すいません、ここ入れさせてください。左右対称。はい、行きまーす。何これ？はい、まずこっちから行きまーす。はい、3、2、1、はい。はい、OK でーす。
ってます。ということで試合無事終わりました。ね、僕の成績は3打数ノーヒットということで、ね、ちょっとバッティングセンター通います。結構衰えてますね。ということで、まあ、本日は、ウーメン野球部初の試合ということで紅白戦やってきました。一番勝者不甲斐ない結果だったんですけども、次頑張りたいなと思います。はい、ということで本日の動画が良ければぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次回動画でお会いいたしましょう。 See you later、 バイバイ。